毎年恒例のファン感謝デー。ステージの打ち合わせから始まります。お疲れです。朝6時半から打ち合わせ終わりました。ちょっとね、天気が心配ですけど、本当に今日のことをね、やって楽しみにしてくれてるファンたちなので、しっかり頑張りたいと思います。これからピッチレベル。この日は朝からあいにくの雨模様、開催が心配されます。やばいっす、マイクとかね、風と雨めっちゃやばいっす。いやどうなんねんこれ、めっちゃ雨やってます皆さん。マイクの点滴の雨が降ってますんで、宿泊してます音響さんが。午後1時、いよいよ会場。楽しみに待っていたサポーターを出迎えます。ついに開場しました。それでは今からね、皆さんと声を、生の声を聞きに行きたいと思います。行きます。いやー、まあ、今日ファン感謝でってことで、まあ、ここまでの山形の戦いぶりってのはどうですか。今年はね、非常にいい戦いで大丈夫ですね。 J1 に、はい、行きます。今年はまあ、そんな中での、ファン感謝で楽しみにしてることって何ですか。ああそうですね、いろんな選手のサインもらったりとかね、選手に触れ合えることですよね、はい、ファン感謝で何が楽しみですか。サイン会です。誰のサイン会。田中ハイマ選手です。ハイマさん好きですか。ハイマさんのサイン会の他にこうなんか楽しみにしてることあります。そうですね、あの絵心の方とかちょっと気になりますね。今日のファン感謝で一番の楽しみは何。バドミントン。バドミントン。バドミントンやんの。この風でバドミントン飛ぶ。大丈夫。飛ばない。あ、飛ぶ。雪は雪。選手と一緒にやるからな。はい、そうです。誰の選手のファンですか。岩上選手。白井優斗。優斗優斗は絵心も出ると思うけど、バドミントンで見れなくて。あ、そっか。じゃあもうその分バドミントンで楽しんでもらって。心配された雨も本番直前にやみ、無事にスタートしました。いよいよ本番ですよ。雨もやんだし、行ってきます。跳躍タイムしたしね、行ってきます。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。抜けちゃいましたね。ここ頑張らなあかんとこだったのに普通に抜けます。
か。反り待ち半分が今近くあーこれはいいなー完璧でました。これはいやまさかの下半分が一抜け。下半分そうです二抜け。これはなんということだ。はい、一試合はして3人一斉にお願いします。どうぞん絵心が最もないクソなやつ誰でしょう。さあ決まってしまったさあおめでとう。それでは選手が勢ぞろいしました。何でしょう。ゴールファーに結構移動したねお客さん。スペシャルステージ山鹿の寮に住む若手選手がとっておきのパフォーマンスを披露しました。PK 対決とおもくろ、いやお客さんも非常にこう楽しんでもらってたみたいやし、いやほんまにスタッフがねシャトルに走ったから、まあ、俺たちでやってる方も楽しかったしね、見てる人も楽しかったんじゃないかなと思います。こんにちは。ここからの後半戦も前半戦以上の熱い応援をお願いします。山本選手は今シャワー中やから多分ここに寝てんちゃうかな。終わってみて感想どう。長井選手、いやまあ去年まず僕らは経験してるんで、まあ今年ダンスということでどうなるかなと思ったんですけど
もううまくこの両線で全員が結束したのでとても良かったです。結構練習したって聞いてるけど、どう？まあ練習、まあ、シーズン中なんで、まあ、練習の合間を見つけてやってたんですけど、まあ、より一層絆が深まりました。今日の演技というかパフォーマンスというとノーミスですか？ノーミスです。ノーミスですか？ノーミスです。じゃあ自己評価はどうですか皆さんの？100点で。なんかオタクです。なんかあんま綺麗なかったです。いや、本当ですか？キレキレだった。キレキレだった。そう、いや、キレキレで、まあでもしっかりとファンをね、盛り上げてくれたももクロの7人、警備員の方が警備員の方がシャワー中でちょっとそこら辺にいます。じゃあ来年のファン感もよろしくお願いします。